ロマンチカは、エストニアのタリンクが運行する、クルーズフェリー。タリンクが、初めて新造した船である。2002年、ラウマのアケル造船所で建造された。2002年からヘルシンキタリン航路で運行され、2006年により、新しいギャラクシーによって代替されるまで続いた。その後、タリン・マリエハムン・ストックホルム間の航路での、運航を、姉妹船であるビクトリア・アイと共に担った。 2009年5月、バルティッククイーンが就航すると、ストックホルムリガ航路に回された。同時に戦績をエストニアからラトビアに変更した。2014年8月にシリアヨーロッパが要請されると、再びタリン・マリエハムン・ストックホルム航路で運航されることになった。12層からなる、ロマンチカは、スイート・デラックス・ A、B の4クラスからなる選出を有している。 共有施設として、キッズルーム、レストラン、バーをデッキ7に、会議室、サウナをデッキ9に、免税店とインフォメーションをデッキ6に有するほか、ディスコやナイトクラブ、カジノなどの設備を保有している。2002年にはエストニア旅行観光協会によって最優秀観光施設賞を受賞している。ありがとうございます。